はい、皆さんこんにちは、フラワーディズシーです。唐突ですけど、日本のお花の贈り物の用途で一番多いのは何だと思います？多分皆さんの中では母の日とかお誕生日とか卒業式のお祝いとかって出てくると思うんですけども、これね、一番多いのはね、ダントツお供え、お供えの贈り物だと思います。日本はね、やはりこうご先祖にを敬う文化とか、亡くなった方に敬意を払うとかっていう文化ですので、そういうことになっていると思います。ただこのお供えのアレンジメント、ちょっとひどいことになってます。まあ、そのことについてはちょっと長くなるんで、番組の最後でお話します。今日は素敵なお供えのアレンジメントを作っていきます。じゃあ早速いってみましょう。どうぞ。はい、ではこちらの器にアレンジをしていきます。まずはこちらに百合を入れていきます。で、ここであらかたもうレザーリップファンでファンデーションワークをしていきましょう。で、次にモンステラを入れていきますね。で、ピンクのバラを、薄いバラをね、入れていきます。次にこちらのパープルのね、ストックを入れていきます。カルテットっていうスプレータイプのやつですね。はい、次この白いトルコーヒーを入れていきましょう。はい、では次にこの紫のクジャクソを入れていきます。これも1本ずつこう枝を取っていきましょう。はい、ではここでキキョウランをね、入れていきます。はい、次にこちらのブルーファンタジアをね、入れていきましょう。で、最後にこのカスミソウを少し入れていきます。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。結構淡い色合いで素敵だと思いませんか。で、皆さん手順を見て思ったと思うんですが、結構手間がかかります、こういうのはね。なのでこう、お供えというと、まあ、お花屋さん全部ではありませんが、もうこれって言って手間のかからないものをバッと刺して持ってっちゃうケースが多いです。悪く言えば適当にやってしまってると僕は思ってます。それではね、やっぱりこう贈り主の気持ちが伝わらないんですよね。ですから僕はね、ブログの中でも常日頃言ってますけれども、お供えだから手を抜くなと。こう綺麗なね、ものをやっぱりこう時間少しかかりますけれども作ってお届けするというのが、僕たちの務めなんじゃないかなとは思ってます。なので僕はね、手は抜きませんよ。皆さんも、まあ、見てるお花屋さんがいらっしゃいましたら、そこは手を抜かないで贈り主の気持ちをお花に託して伝えてあげてください。今日はね、どうしてもそれが言いたかった。ではまた次回ね、お供えかもしれないしお祝いかもしれませんが、紹介していきたいと思います。 See you next time!
はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちら見えてないと思いますので下のリンクからお願いいたします。あとね、ブログ、ツイッター、フェイスブック、もやってますのでそちらのフォローもお願いいたします。ではよろしくお願いします。